皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。歌を多機能長財布ブック開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。中にはお財布、そして取り外せるショルダーストラップがついております。はい、まあ、ただの長財布ではなかったですね。ショルダーにもできるということで、後でまた見せたいと思います。それでは詳しく写していきたいと思います。ご覧ください。まず正面には歌尾のブランドロゴが刻印されたゴールドプレートが付けられております。細めのプレートになっておりますね。で、よーく見ますと若干左上の方にこう傾いて付けられちゃってるんですよね。地味に気になります。これは交換してもらえるんでしょうか。不良品と言えるか分かりませんが、ちょっとこれは気になりますね。そしてご覧いただいております通り、この綺麗な緑色のお財布となっております。まあ、風水では金運と健康運アップの緑色ということらしいですね。そしてこの柄がヘチマ柄ということで、ちょっとこうふわふわとした感じの仕上がりとなっております。で、このデコボコした感じもありますので、手から滑り落ちにくいという、まあ、そんな特徴もあります。素材は合皮素材が使われておりまして、さらっとした仕上がりの手触りになってますね。で、裏面見ていきますと、裏面にはこちらポケットついてますね。外ポケット付きということで、で、ここにスナップボタン付きの外ポケットということで、これまでの長財布あまりなかったですよね。しかもここにカードポケットが一つ付けられております。まあ、先日買ってよかった長財布紹介したばかりですけれども、こういった外ポケットは今回が初めてとなっております。 IC カードが入る隠しポケットということなんですけど、このままピッていけちゃうんですかね。そのあたりはどうなんでしょうか。書いてないのでわからないんですが、はい、IC カードとか入れるのにいいと思います。そしてここにショルダーベルトをつける D カンが付けられまして、上から見るとこんな感じで、横から見るとこうですね。で、下から見るとこのような仕上がり。そしてカードの部分も写しておきますと、とても綺麗に、はい、作られているかなと思います。はい、こんな感じですね。そしてジップの持ち手はこのタイプ、ゴールドの大きめのものが付けられておりますので、とても持ちやすく引きやすくなっております。そしてサイズなんですけど、横幅約20センチの縦が 10.5 センチ、ちょっと大きめサイズにはなっております。まあ、いくつかお財布比較していますけれども、クリスチャンオリビエパリと比較しますと、横幅ちょっとやっぱり今回大きいですよね。で、この高さ方向もこれくらいの差がありますので、こうやって持つ時にやっぱりちょっと大きめなサイズにはなってると思います。で、大きめサイズといえば、先日購入したこのモズさんの長財布なんですけれども、ここの幅に関しましては今回のお財布とほぼ同じようなサイズになっておりますので、この幅は大きめだと思ってください。それではここでショルダーベルトを見ておきます。本体と同じく綺麗な緑色になってまして、ちょっと細めの仕様になってますね。で、サイズ調節はここでできまして、取り外しは非常に簡単に行います。後で型にかけて使い勝手とかを見ていきたいと思います。それでは開けていきましょう。ジップの動きは、はい、スムーズに動いてくれますので全く問題ございません。では中の方を開けていきましょう。こう、長財布にも入るブルボンアルフォート。それでは中をご覧ください。こちらは裏地なんですが、お金が貯まるパステルイエローとなっておりまして、このようにガバッと開くことができます。縁起のいい蛇腹型のお財布となっておりまして、蛇腹ポケットが全部で15個のポケットが装備されております。このポケットによって整理整頓がきっちりと叶いますね。収納を見ていきますと、ここにフリースペース、さらにはこっち側にもフリースペースですね。お札とか入れておくのにいいと思います。で、一番端っこにこの横いっぱいのポケットで、その下には 1,2,3 6枚のカードポケットも備わっております。さらにはコインポケットはこのガバッと開くタイプになっておりますので、これまた使いやすい仕様になっております。ここまで見た段階ですけど、先日の買ってよかった長財布、間違いなくこれランクインいたします。
便利な機能がすべて詰め込まれております。それではお金入れていきましょう、はい、まずはお札入れてみますけれども、お札はこちらにスッと入れることができまして、深さの余裕も十分ありますし、横幅もこれくらいの余裕がありますので、出し入れは非常にスムーズです。こちら側にも入りますので、まあ、どっちもですね、これくらいのしっかりとしたマチがありますので、たっぷり入ります。続いてカードを入れていきます。蛇腹式のとこにこう縦に刺すタイプになりますので、こんな感じで、はい、入ってくれます。このように入れましても、こう指をこう入れてですね、抜き差しができますので、非常にこう整理するのにぴったりな蛇腹タイプになっております。上の方がちょっと見えておりますので、どのカードかっていうのもすぐにわかるんですよね。さらに奥の方のここにもカードポケットがありますので、入れますとこんな感じになります。よく使うものはこっちに入れておいて、普段あまり使わない身分証明書とかですね、まあ、そういったものはここに入れておくととても便利に使えると思います。さらにその奥の大きめのポケットには、このままお札を入れてもいいですし、通帳を入れますとこんな感じで収まります。まあ、さらにここにも大きなスペースがありますので、レシートとかチケットを入れたりですね、その他年金手帳とかお薬手帳、パスポート、アルフォートなどたっぷりと入れることできます。続きまして小銭入れ見ていきます。こちらもですね、何度も紹介しておりますけれども、とっても使いやすいです。15枚コインを持ってきましたけれども、入れますとこのようになりまして、はい、まだまだ余裕があり、さらにはこうすごく見えやすいですよね。見つけ出しやすくなっております。100円、10円ですね、1円玉とか50円玉とか、こんな感じですっと取り出せますので、お会計がスムーズになります。そして、まあ、閉める時もパチッと止めるだけですからね。でこのように振って逆さにしたりしても、小銭は落ちてきたりとかしませんので、はい、安心して入れておくことができます。まあ、それくらい入れまして、このように閉めて、はい、こんな感じで使える長財布となっております。はい、そしてあとこの外側にもポケットありましたね。こちら見ておりませんでした。カードポケットが一つついてますので入れてみますけれども、はい、まあ、このようにカード隠しポケットを入れることができます。まあ、その上でこのポチッとスナップボタンを止めておけば、まあ、簡単にこう取られたりとか落ちてきたりもしにくい構造にはなっております。はい、そしてここにはレシートとかですね、ちょっと取り出したいものをすぐに入れておきたいものとかを入れておくのに便利な外ポケットということで、これついてるのはやっぱり便利だと思います。はい、それではこちらのお財布ショルダー持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。先ほどから見ておりますけれども、改めてこのグリーンの健康運金運アップのグリーンのお財布となっております。で表面は合皮素材のこのヘチマ柄ということで、見た目の印象もかなり好印象かなと思います。で外側にはポケットがついておりまして、でこのようにショルダーベルトをつけて、ショルダー、お財布ショルダーとして使うことができちゃうんですね。で今一番長く設定してみましたので、肩掛けしてみます。はい、まあ、こう肩掛けするとこんな感じで、斜め掛けしますと、はい、あ、ちょうどいい感じで来てくれますね。でこのように緑色ということで、緑色好み分かれそうな気もいたしますけれども、ファッションのアクセントになる非常に綺麗なカラーとなっておりまして、ゴールドプレートもついていて高級感もあります。それでは使い勝手見ていきますけれども、まず外側のこのポケットですね、まあ、ここには隠しポケット、IC カードなど入れておけますので、さっとこう取り出して使えるのが便利なポイントかと思います。であとレシートとかもですね、ここにさっと入れられるポケットになってますので、はい、外ポケット非常に便利に使えます。でメインのお財布の方見ていくと、このように、ジップを開けますとこんな感じでガバッと開いてくれますので、お札をここからスッと取ってお会計の際にサッと出せますし、あとはカードですね、蛇腹式になっていて、ここから見ると一目瞭然となってまして、好きなカードをこうスッと取り出して出せますから、このあたりも整理しやすく取り出しやすくなっております。この状態で取ってもいいです。ちょっとこう見えづらかったら上の方を持ってきてですね、お財布のようにして持って使ったりできますね。
はい、まあ、その際のこのショルダーベルトの長さも十分ありますので、特にこう窮屈感とかはないかと思います。そしてお次はこのコインポケットですね。コインケースはガバッと開くタイプで、とても取り出しやすくなっておりますので、このあたりもお会計をスムーズに行えるポイントになってきます。そしてコインポケットはこう手に持って扱わなくても、この状態でこのボタンをパチッと開けますとこんな感じで開きますんでね、勢いつけてガバッといきそうで、その辺はちょっと注意ですけれども、まあ、こんな感じでこう金を選び取って、あとはお釣りでこう入れたりとかしながら、パチッと止めて、こんな使い方ができますので、まあ、こうショルダーにこの下がった状態でも全てのポケットに簡単にアクセスができます。はい、そして使い終わったらこのように閉じまして、ジップをこうですね閉めてあげれば、とても機能性に優れたお財布ですね。見た目の上品さも兼ね備えまして、おすすめのお財布となっておりますので、こちらぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はこちらムック本歌を多機能長財布ブック紹介してまいりました。ご覧いただきました通り、金運アップ、上品さ、機能性、中身は見えやすくて整理整頓もしっかり叶う大充実の長財布になっていたかと思います。まあ、先日紹介した買ってよかった長財布、間違いなくこちらもランクイン決定でございます。はい、もうちょっと遅かったらこれ紹介してたんですけどね、おすすめとなっております。そしてこのショルダーストラップもついておりますので、お財布ショルダーとしても使えます。お財布ショルダーとかスマホショルダーとか、お財布機能付きのスマホショルダーとかいろいろ出ちゃってますけれども、そのあたりもですね、買ってよかったバージョンでいろいろとまとめてみたいなと思っておりますので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。ということで今回は歌を多機能長財布ブック、おすすめとなっております。ということで今回は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のお財布いいなと思ってもらえましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。